って私を呼んだのはなんでだ？ CSO が終わったから新実況をしようかと思ってね。なるほどな。で、何のゲームをやるんだ？ RCT3、遊園地のゲームか？漢字間違ってたけどそうです。はい。着いたよ。まずは操作があんまり上達してないから乗り物を立てていくよ。そうだな。それで慣れるのも良いことだぜ。あそこにいるのは何かって？パーク監視員ですよ。つまめるんだな。そうですね。パーク監視員はいらないです。は。だって文句ばっか言うんだもん。それは多分お前のことを思って言ってると思うんだぜ。英語わかんないです。まあ、うん、はい。早速乗り物を立てていくよ。これはなんだ？コーヒーカップじゃないんですか？ちゃんと調べておけよ。コーヒーカップのちょっと違うバージョン的な何か？お前なあ。次はなんだ？サーカスです。さあ、消す？お前全国のサーカス団に謝れ。申し訳ございませんでした。許して冷やしんす、ケロ。冷やしんす！あとはこのよくわからないものも置くよ。おいおい、よくわからないって。強いて言うなら、飛行機。いや、それ誰でもわかるから、これ見たら飛行機って思うだろっつー。次は、とりあえず道広げるぜ。道を引くのは楽でいいよね。今の言葉は喧嘩を売ったかもしれないな。え、私ゲームノーと言ったんだけど。かむなし。まあ、それならいいんだが。これはなんだ？くるくる回る何かです。お前、英語読めません。でも見た感じこれには乗りたくないです。この次はなんだ？これもさっきと同じでくるくる回る何かです。お前、だってさ、英語読めないんだもん。ここからさようなので BGM。ジェットコースターを作ります。何のコースターを作るんだ？とりあえずは一番速いやつです。これは一気に上昇してその瞬間すぐに落ちるやつです。なので地面に貫通させていこうと思うよ。おお、それは面白そうだな。ちなみに加速をつけておくと宇宙主は絶対体当たり感が苦手だし。ほう、それはいいことを聞いた。マリサ、それってまさか、霊夢と私とウプ主で乗る。ちなみに霊夢も苦手ってなんだぜ。そこに小さな巣をつけるな。ここはこうしていいと、無理やり実況しだしたな。わら、マリサ、実況しなさい。さあせん、また地面に行くか？悩みます。ゲームの説明ですね、わかりました。RCT3 プラスね。元から追加要素が入ってるよい。Amazon で買えるよい。ブラジルに行った人からアイソス、わら。ドレスの水に関することを追加するサーセット。動物に関することを追加するワイルド。この2つが入っています。元の価格より高くはなっておりますが、追加要素が入っているので損はしていません。そしてこの動画の目的ですが、特にありません。まあ引いて言うなら失踪しない限りですかね。相手失踪は失踪にしておきますが、まあ、続く限りだよ。よい。じゃあこれで私は追加もするよい。そのうち出てくるよい。説明ご苦労さん。もうそろそろできそうだな。変なとこでやっつなよ。あとは自動モードに任せるよ。なんだそれは？最後の方になってどうすればいいかわからない時に自動モードに任せるとゴールまで道を引いてくれます。おお、それは便利だ。ひどいぜ。あわは？ちょっと引っ張らなきゃ。何するの？バカなの？死ぬの？いいからしなさい。うわー、待って、ちょっとジェットコースターふざけんなよ。あー、よ、霊夢、うつ主、気絶しちゃったぜ。逆光、これはたまらん。楽しいぜー。で
もちょっと短い気がするぜ。霊夢が死んだため誰か交代。やるがとかるがとだだだだーん。おう、ちょうどよかったぜ。飲食店じゃねえし、そこは飲食店のゴミ箱。牛窓が足りないと思うわ。そうか。言ってくれると助かるぜ。ありがとな。ってことや。ところであのコースター。がどうしたんだ？後で乗ってみて。いいぜ、私も乗るぜ。楽しかったしな。それにみんな気絶して会話にならんかったしな。みんな弱いわね。あのコースター。楽しみだわ。すごい楽しいぜ。でもちょっと短い気がするんだぜ。それなら捜索と消してごまかしてはどうかしら？そうだな。次回やろうと思うぜ。あとは何をするの？飲み物屋とかを建てていこうと思うぜ。そうね、それはいい考えだわ。あとは救護施設も建てるというわ。コースターで酔った人などが外にいたらかわいそうよ。それもそうだな、霊夢と違ってすごい参考になるぜ。熱が出くじゃねえ。あ、本当だ、これは恥ずかしいな。直すぜ。今後に建物は建てる？あ、そのコースターじゃなくてよ。あるけど有無建築スキルないんだよな。マルサなら大丈夫よ。なんか照れるぜ。暗いわね。朝でいいのか？お前焦げないか。ふふん、これを見て、いいでしょ。昨夜が作ってくれたの。その面を、増やせくるんよ。お、それはよかったな。なんでそんな焦ってるの？別に。ふん、そうなの。ひどい目にあった。おう、うぷ主。きれい、悪魔だ。あ、逃げた。待ちなさい、次回もあれに乗ってもらうわよ。やだー。あ、別に無理しなくてもいいや。乗らせていただきます。潔いな、なぜだ。うぷ主の東方の好きなキャラランキング1位知ってるでしょ、マリサ。なるほどな、だからか。でも本当に2回目は無理しなくていいんだぜ。あれはちょっとしたお遊びで、気絶するなんて思ってなかったんだ。すまない。いいよ、あれは霊夢が乗しかかってきたからだよ。乗してる時霊夢前だったで。視聴者にはわからないが、そうだな、だから書いたそうだな。それ、あ、それが私ならマスパ売ってたぜ。霊夢思いやれ、霊夢。重いな。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。